なさい寝起き。わあ、アイスありがとうございます。アイスありがとうございます。っていうか皆さん今イベント中ってこと忘れてないですよね。ちゃんと私はイベントに積極的に取り組んでるよ。ちゃんと毎日アイス食べてるから。だからテロップ書く。まあいつも書いてるけどね、強調して。OK。ございます。そっち行けば。よし、のせ。おはようございます。できるわけないでしょ。テロップが花火に見える。マジか。公園の新しい髪型楽しみ、楽しみにしててください。なんで私いつもこれだよ。テロップ朝配信はいつもこれ。夜もこれのような気がする。いつものテロップ。初めて見た？何が？え、このテロップは何回かやってるよ。本当に。
わー、静電。そう、そうだね。ガッタファンのおしゃべり会今日まで宣伝してくれてありがとうございます。ありがとうございます。やば、なんか痛い。目薬は？しかない。じゃあダメだ。お、洗ってきな。良くなった。なっ笑ってないでしょ。笑って笑ったんだよ。朝髪を洗ったの？洗ってないよ。朝風呂する時間はありません。おはようございます。姉ちゃん大丈夫だよ。だからさっき言ったって言ってたからでしょ。心配してくれたの。Thank you。 じゃ、下ろしました。下ろしました。お姉ちゃんのことはどうでもいいですよ。ありがとうございます。てコメント、はあ、じゃなくて、あー、あおちゃん、そういうこと、あおちゃん、あおちゃん歯ダメだ。うん、そういうのダメ。あおちゃん歯ダメだよ。あ、初見ですか。初見さん、ありがとうございます。なんか混ざってる。ていうかさ、しょうがなくない？髪の毛やってるんじゃん。え、だけどさ、ね、しょうがなくないよ。あおちゃん頑張って。頑張って、知ってるよ、応援してるよ。初見です。
面白い。初見じゃないし、初見じゃ初見っていう初見じゃないし。ね、ね違う。騙されないで。騙されてない。面白い。やば。ねえ、いつになったら私の腰治るの。暑い？あ、今暑い？普通。オッケー。焼酎杯。え、焼酎杯じゃないの？あ、そうだ。焼酎。焼酎。焼酎。それは食券だろ。食券ウケる。みんな面白いね。食券やだ恥ずかしい。ウケる面白いな。バイだけバイだから。焼酎バイ。大喜利大会になってきた。どこで寝ます。おいおいおい、バイ。あ、確かにバイって博多弁って合ってるよね、読み方。うん、新しい衣装着た青ちゃん楽しみです。楽しみにしててね。いや、車検は違うから。車検車検は何もかすってた。それな、受験受験。もう響きが同じだからって全然違うから。はじめまして、車検さん、ありがとうございます。点検つなげないで。でやめてって。今鼻痛くなった。話したら痛い。貯金です。ねえ見てやめて。何さっきからどうしちゃったの。貯金おいダメだって。なんでもありしょ。もう100回、うん、最近100回目の方も増えてきてる。だよ。え、だから訪問、例えばママが100回青いのルームに入って昇格です。あ、それ嬉しいね。それな、それは普通に俺ピーマン。あ、あったかい。じゃんけんです。あ、じゃな、ウィンク、ウィンクか。今日できるかな。ちょっと待って、またくしゃみ出そう。ね、お姉ちゃんのせいでさ、くしゃみに全集中してたのにさ、今呼吸してたの。今呼吸してたのに、マジでお姉ちゃんが余計なこと言うからさ、うん。消えたんだけど。最低お姉ちゃん。よくな。くしゃみの呼吸いらないな。いるよ。くしゃみの呼吸。一瞬くさ。シャップー。え、なんて言った。シャップシャップかっこよくね。放つ、放つ、放つじゃないな。シャップー、あの、はい、そんなんないけど。かっこいいでしょ。そんな言葉ないけど。ないの、うん、
私がオリジナルで作る。シャンプーじゃない、シャンプー、あ、そうそう、それシャンプー、葵柱、何鬼にならないな、殺す何つった？酔っ払ってるみたいな顔してる。うるさ劇場の場所です。え、マジ何だったっけ、これか殺す、これか、お兄にならないなら殺す、面白くしゃみの呼吸にの方、白春、え、かっけえ、あ、かっけえ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 3回行った、5回ぐらい行ったか、白春ね、おお、あー、なるほどね、白春だから、なるほど、かけいただいた、鬼にならないなら殺す、シュシュシュ、調べたら出てくるから、ねえ、寝れなくなったじゃん。柱か鬼かどっちなんだい。今はね、ちょっとある方の真似をしてたから、ちょっと面白い。本当に、あの、面白い外国人の方がいて。TikTok ね。ちょっと TikTok。チクタクです、チクタク、チクタクで面白い人がいて、で外国人なんですけど、あの、え、何これ、外国人、肩、あ、絆創膏、そこでいいかな、ね、寝相悪、かかとに貼ってた絆創膏すんのどうしてだけど、私ですね、今絶賛筋肉、間違えた、靴ずれしてて、でとても歩くのが困難な状態で、本当にとても痛いんです、靴ずれしたせいで。でね、もう痛すぎて、昨日の夜寝る前にお姉ちゃんに、そのかかとにね、絆創膏を貼ってもらったんです。で寝ました。で今、あの、この足のね、すねらへんを触ったら、なんとあれって思ってなんとですね、かかとにじゃなくて足のすねに絆創膏がついて、移動してました。びっくり、びっくりだよ。後でまた貼んなきゃね。うん、あそこも生きてるんだね、びっくり、え、なんで話してくんない、ごめん、ごめん、ごめん、えいやん、
鳴らしてないね。うん、鳴らさない方がいいって言われるから。言われたの？新しい靴、筋肉痛じゃないの、間違えた、靴ずれなの、靴ずれ。一生終わった、一生終わった。男女読んだ後投げる。何よ、とはね、バカ。初見さん、初見さん、初見さん、いらっしゃい。投げないです、投げ出ないです。うん、バニラだけ投げる。なあ、バカ。なん、初見さん、初見さん。え、これはこの方はさっきからいるよ。フォロワー一人減ったの、うん、あ、本当は7人だったね、うん、が6人だった。ウケる、私のどこが良くなかった。ゲームとか昨日8人もダメだったんだ、メグに。フォロワー減っちゃったか、悲しいな。このピーマン、このピーマン、かわいい、かわいい。あ、アンナちゃんね、見た、かわいい。嬉しそうだね、リンナさん撮られてね、危険だからってフォロー外す？うん、外す。え？ひどい。別にな、ね、フォロー外す必要なくない？思ったけど。それだけ気に食わなかったってことだよね。ん？はい、忘れてた。バニラ？うん。こうやったんだよ。あー、来た。やったんで、その人は多分もうこの子の配信飽きたなって。そういうことか。それかアカウント消えた。あ、来た、飲み物は？ね、欲しい。ちなみに飲み物はバニラです。マジかよ、死だって。足だよ、足。足か。ねえ、やだ、こんなにバニラ。おい、心の声漏れちゃダメ。美味しいか分かんないじゃん、これ。あの、ね、まずかったらお姉ちゃん飲んであげる。あ、みんなに見せないと。じゃじゃーん、バニラヨーグルト。朝からアイスはちょっと。朝からアイスはちょっと無理なので。無理じゃん、きつい。きついなので。ヨーグルトにしました。あと、こちらザバースバニラ味。それ美味しい、美味しいの、美味しいって。あ、それ美味しいって、あ、それ美味しいって。じゃあいただきます。にゃ、いただきます。そんなさ、そんな怖そうに食べないでよ、安全な食べ物なんだから。うん、美味しい、美味しい、美味しい。うん、食レポ美味しいね。食レポ美味しい。なんかバニラっていうか、なんか、なんていうの、ヨーグルトが強いけど美味しい。まあ、ダメだね、生クリーム入りだって。まあ、確かに入ってることある、入ってる顔、こう感じる。クリーミー、クリーミー、そう、クリーミーって言わなきゃ、食レポで。ほらほら、もっと顔美味しそうにして。こだって今すっぴんなのもうしょうがないじゃん。え、震えなきゃな、こうやってうんって震えてよ、楽
くよ、うん、あ、違うあざとくしなきゃ、ほらほらは増やすために鼻嫌でしょ、ヨーグルトねえ、顔洗ったの食レポをする機会があったら震えてください。カラーひなたのやつ、震えるやつ、おにぎり、わかんない、わかんないか、片振れのやつ、うん、わかる気がする。わかるかな、これでしょ。いつもっとこうやって震えて、震え方が上手なの。泣きべそいいね。うん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 、本人の泣きべそ。え、今日10分までやるんでしょ。うん、あ、そう、マジスカンするよ。よかった。あ、今日は10分までやる。ガチな7時。勝てねえ。ガチにならなきゃ勝てねえよ。行くぜ、泣くんだね。髪型もちょっと昨日可愛すぎた。行きたかった。マイクスタンドの下りわかる？ナナミンがさ、マイクスタンド持ってくんだけどさ、レイナさんの分の、うん、うん、伸ばさないで一番低い状態で出して面白い。リハでやったボケを本番で。おい、台本しない。そうなの、今日ロック最後だよ。めっちゃ面白かった。伸ばしてもあんま変わんないって言われて です。今劇場でロックブロックでマジスカと青臭いロックのか2曲だっけやってます、うん、ショータイム。あら、俺も選球選手権に参加しなきゃ。昨日選球って一人ずつ来たんだよ。うん、葵だったらどう言う？ Thank you ちなみにレイナさんは Thank you って。いける、マジおもろいんだけど。うん、今日でラスト。こっちみんな、Thank you 言ってもバレない。おはようございます。
今ヨーグルト食べたけどさ、これ飲んだら絶対まずいよね。今口の中が、ヨーグルトの方が甘かった。飲んでみな。昆虫先週みんなまたさ、あの言うのやめて。みんなまた。混ぜるの忘れてた。振ってないの？でも振ってって書いてない。じゃあ大丈夫。シャンプー。どう？あ、ジュース。ジュースのせいじゃん。どんな味？え、なんかね、牛乳飲んでるみたい。絶対近くない？え、あんまりバニラの味しないんだけど。吸ってるからボンって出るね。わかる？これなんて読むか。どれ庭に9。なんだろう。まず競技なんだけど、なんだと思う？競技、うん、あ、テニスなの？そう。ラケット？鉄球。鉄球？鉄球。鉄球。鉄球。センキュー。あ、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 なんか鉄球ちょっとこれ。で、バレーだったら配球じゃん。うん。テニスです。テニス、うん、学んだね。ね、もういらない。じゃあお姉ちゃんもね。ただの牛乳、本当に一口牛乳あんま好きじゃないから。絶対牛乳じゃない。え、やだ。え、なんなの？最後にして。あれし、やだから。え、まだ飲むの？ちょっとだけ。なんなんだよ。お初見さん、おはよう。牛乳を飲まなくなったのは中学校の2年生ぐらいかな。ごめんなさい、間違えた。3年生だわ。俺のくしゃみ吸い取っちゃった。吸い取るとかキモい、やめて。ついこの間、本当についこの間、1年前、私あの中学校って給食あるじゃん。だけどなんか牛乳がすごい余計だったんですよ、私にとって。余計なぜかって言うと、牛乳なんて飲む時間がなかったんですよ、そもそものお話。本当に飲む時間がなくて、そう、多いんですよ、量も多いし。もうなんかね、私なんか
めっちゃ量が少なくてもなんか食べたら全部完食する頃に もうチャイムが鳴って牛乳が飲めないってなって、でも本当にでしかもね牛乳飲んだ後とかお腹痛くなることが多くて、だからもう牛乳は飲まなくなりました。牛乳鼻から吹いたことある？ないわ。嘘、ないんだ。ありそうじゃない？ある気ねえだろやばこの人口悪ねえ Y みたいなこと言わないで。 Y 間違えた、 J だった。J ね、最近ね口悪いって言瓶の蓋で遊ばなかったって言われたけど、ね、瓶じゃないね。瓶じゃない、こんな感じ。紙コップ間違えた、紙コップ いやいや紙パックだよ。で違うや、紙パック、紙パックでしょ。紙パックで今何か言った？カップって言った、パックって言った。うん、そう、中学校の時はよくお腹が痛くなってたから本当に牛乳は飲まなくなった。あれなんかあれ娘増えてない？なんか新しいこと、今日は娘祭りかい？新しいこと、ちょっと見えない。老眼？老眼ちゃうわ。確かに増えてる。新しい方増えてる。増えてるんですけど、みんなブスミやん。みんな気に入っちゃって。ねえ、みんな気に入っちゃって。いいね、売り上げに貢献できて。私のおかげ？違う、お前、あ、お前って来た。ごめんね、姉ちゃんのおかげ。口悪っ。ねえ、老眼、老眼じゃない、ただちゃんに目が悪いだけ。よっこらセット、あやっぱり1、2、3。お姉ちゃん大切にしてね。牛乳を温めて飲むと大丈夫だよ。でも学校は温められないの、冷たいの。あおちゃん10分だよ。はいはい、承知しました。承知しました。承知いたし、承知いたし、私子だもんね、承知いたし。よく分かってらっしゃる。うん、違う。13位岡根町先生さん、ありがとうございます。12位市原さん、ありがとうございます。11位経理担当さん、ありがとうございます。10位ジンさん、ありがとうございます。9位ともさん、ありがとうございます。ん、8位まこちゃさん、ありがとうございます。7位たけぞうさん、ありがとうございます。6位ビッグラブコさん、ありがとうございます。5位認定員さん、ありがとうございます。4位とんがりさん、ありがとうございます。3位近藤和弘さん、ありがとうございます。2位高千代 PPP さん、ありがとうございます。そして1位メガネさん、ありがとうございます。ちょっと待ってね、まだ終わんないで、今からギフト投げる。わあ来たアイス。うん、バニラニャー。そしたらもう壇上乗らないから。はい、 OK、 完璧、全部投げました。明日夜できる。朝もやんの前、なんかみんな投げてくれてみんなバニラ来ちゃった。ありがとうございます。夜、明日も夜できる、夜、あ、朝も
明日は夜のみ配信します。なんかみんなファンにいらない。え、ありがとうじゃん、嬉しい。新しい髪型期待してるよ、ありがとうございます。じゃあまた会いましょう、バイバイ、ありがとうございました。全然よろしくお願いします。全然よろしくお願いします。またね、またね。トゥクントゥクン、タッ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 。何こういうのないでよ。バイバイ。ビンタやん。ビンタ。